ゲンさんがスナックに入っていったな。俺もちょっと顔を出してみるか。あら、いらっしゃい、キリュウさん。おう、キリュウさんも来たか。おお、疲れ、キリュウさん。おう。なんだいそりゃ。キリュウさんを迎える歌だよ。そんなしょうもないの歌うならカラオケ使ってよ。せっかく新しいやつ導入したんだから。カラオケか。それなんだけどよ、たく恨むぜ、ママ。恨む？なんでよ。だってさ、なんで私がゲンさんに恨まれなきゃなんないのよ。ママ、俺の趣味知ってる？カラオケで歌うことでしょ。このスナックに通ってりゃ誰でも知ってるよ。そうだな。発声良くするために筋トレとかしてたしね。ほう、そうなのか。よかったじゃん、新しくなってさ。最新機種よ、最新。奮発したんだからたくさん歌ってよ。歌えつったって、ありゃ無理だぜ。ん？無理って？あんなハイテクなもん俺には使いこなせねえよ。ああ、そういえばゲンさん最近歌ってないね。そうなのか。でも他の人が歌ってる時楽しそうにしてたじゃない。そりゃあまあ、俺はカラオケで歌うのも聴くのも好きだからな。確かにありゃ音もいいし、いいもんだってのはわかるぜ。その通りだ。じゃあ歌いなさいよ。その筋肉はハリボテなの？まあまあ落ち着いて。俺があんなハイテクでハイカラなもん使えるわけやねえんだよ。そんなことねえよ。なんかリモコンにテレビみたいなのついてるしよ。それが便利なんじゃないの。そうだな。手元で簡単に曲選べるし。そうは言うけどよ。あれ、もしかして今のカラオケで一回も歌ってないの？どうなんだ。そうだよ、もう俺のコンサート会場は家の風呂場だけよ。あ、そう。せっかく新しくしたのに恨み事言われるなんて。どう思う、キリュウさん。とりあえず一回歌ってみたらどうだ。そうよ、食わず嫌いしてるだけじゃないの。俺は新しい機械ってのがとにかく苦手なんだよ。最近やっと電話の呼気を使えるようになったってのに。ゲンさん、過去からタイムリープでもしてきたの？どうなんだ。してねえよ。もう、ゲンさんがたくさん歌ってくれると見込んで導入したのに、これじゃ赤字じゃないの。ああ、やっぱりそういう狙いだったんだ。そりゃあまあビジネスですからね。そうだな。ったく、何でもかんでも機械ってどうかと思うよ、俺は。このままだと人類はそのうち乗っ取られるよ、ロボに。前のカラオケも機械なんですけど。確かにな。まあまあ落ち着きなよ、ゲンさん。そうよ、機械なんてなれよ。ねえ。ああ。使ってみりゃ機械も便利なもんだぜ。うんうん、そうだね。しかし新しいと言ってもいきなりの最新機種投入は僕も驚いたな。こういうのは勢いが大事なのよ。すぐに慣れたでしょ。まあね、いつもランキング上げようとしてムキになっちゃうよ。わかるぜ。ランキングつったってこの店の客の数なんてたかが知れてんだろう。うるさいわね。違うんだよ、この店のランキングじゃなくて全国ランキング。全国？そのカラオケで歌うと自分が全国で何番目にうまいかすぐわかるのよ。もうこの小さい店にとらわれず全国を相手に歌で戦えるんだよ。あんたたち、うちの店の規模に不満でもあるわけ？そんなことねえよ。歌で全国ランキングって？それすげえじゃねえか。そんなことできんのか？ああ。できんのよ。なんで教えてくれなかったんだ。ゲンさんが勝手に拗ねて聞く耳持たなかったんじゃないの。そうだな。何も難しいことなんてないと思うんだがね。歌ってみようぜ、ゲンさん。俺もよく歌うが簡単だぞ。そうだな。じゃあちょっとやってみるかね。うんうん、すぐ覚えられるわよ。そういえばゲンさんってどんな曲歌うんだ。前はよく演歌を歌ってたわよね。まあ演歌も好きだが、俺は今あの曲を歌いたいんだよ。あの曲？本日はダイヤモンドってやつ。え、ちょっとゲンさん、そんなポップな曲好きだったの？初めて聞いたよ。俺だってポップソングぐらい聞くわ。
ラジオで聞いてからすっかり耳から離れなくなってな。そのカラオケには本日はダイヤモンド入ってんのか？そりゃもちろん入ってるわよ。私も昨日歌ったし。よっしゃ、じゃあ一丁歌ってみるか。ゲンさんにカラオケ教えて、本日はダイヤモンドで全国取るぞ。おお。ゲンさん、あんた歌うまいんだな。ちょっと感動したぜ。何を今さら言ってんだい、桐生さん。俺の歌声は尾道一よ。しかしあれはすげえ楽しかったな。歌いたい曲何でも入ってんだもん。喉がいくつあっても足りねえぜ。楽しめたようでよかったぜ。ハイテクも悪いもんじゃねえだろ。確かにな。と言っても俺も偉そうに言えるほど機械に明るいわけじゃねえんだけどな。それでも俺よりずっとマシさ。俺はなんだか時代に置いていかれてるみたいで、新しい機械ってのが好きじゃなかったんだよ。でもさっきみんなにいろいろ教えてもらって、そりゃ間違いだと気づかされたぜ。俺が勝手にビビって時代から取り残されてるだけだったんだよな。だとしたらこれから時代に追いついていけばいいさ。まだまだ遅くねえと思うぜ。そうか、そうかもな。どれ、まず手始めに最近流行ってるスマホとかいうやつを買ってみっかな。これもハイテクで便利なんだろ？ああ、それにスマホなら俺も持ってるし、少しくらいなら教えてやれるぜ。本当かい？頼りにしてるぜ、桐生さん。じゃあ全は急げだ。ちょっくら買ってくるわ。またスナックで会おうぜ。ああ、またな。やれやれ、気の早い人だ。だが源さんのハイテク嫌いも治って、またカラオケやれるようになってよかったぜ。源さんからメールか。これは源さんの自撮り写真。なかなかにスマホを使いこなしているようだな。スナックにいるらしいから俺も顔を出してみるか。よお、桐生さん、こっちこっち。ゲンさん、早速スマホ使ってるみたいだな。もうバッチしよ。さっきからずっとこればっかりいじってるの。すっかりはしゃいじゃって。だってこれすごいぜ。なんだってできちまうんだよな、キリュウさん。ああ、便利だよなスマホ。 GPS で自分のいる位置の天気もわかるし、地図に行きたいとこ入力するとナビもしてくれんだ。確かに便利ね。それにこいつで音楽も聴けるんだが、音もいいんだよ。それでちょっと桐生さんに教えてほしいんだが。なんだ？今度これで聴くように Bluetooth ヘッドホンを買おうと思うんだが、何かおすすめってあるかい？あ、いや、その辺は俺もまだ疎くてな。そうか。まあ何かいいやつ見つけたら教えてくれや。しかし電波弱いなこの店。ちょっとママ、ここ Wi-Fi 入れてよ。情報は速度が命なんだからさ。はいはい、また今度ね。まったく極端なんだから。俺からあんたに教えられることはもう何もないようだな。
まだ一つも教えてなかったか。さて、じゃあ今度はカラオケすっかな。まったく自由ね、源さんは。よし、今日は歌うぞ。ママとデュエット12時間コースだ。ちょっと勘弁してよ。そんなに歌ったら喉潰れちゃうわ。まあまあいいじゃねえか。まずは俺のお箱、本日はダイヤモンドからだ。何はともあれ、源さんのカラオケ好きが復活してよかったな。そうね、ちょっと心配してたけど、これで一安心。源さんの歌がないとやっぱり少し寂しいし。ふん、本当に賑やかな店だ。桐生さん、どうだ、カラオケ使いこなせてるか。もうバッチリよ。会員登録も済ませてさらに快適だぜ。私よりも詳しくなっちゃってなんだか複雑。そうか、そりゃ何よりだ。ただ最近歌ってなくて筋トレもサボり気味だったから声が思い通りに出ねえんだよな。確かに前世紀に比べて声の伸びが少し足りないかもしれないわね。それで桐生さんに相談なんだが。ん？なんだ？桐生さん草野球やってんだろ？俺を草野球チームに入れちゃもらえねえかな。源さんをチームに？ああ、野球をしながら体を鍛え直してあの頃の歌声を取り戻してんだ。もともと腕っぷしには自信があるからよ。ダメかな。なるほど、そういうことか。もちろん歓迎だ。長打を期待してるぜ、源さん。おう、ありがとうよ。これから野球でもよろしくな、桐生さん。